マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。これまで1万人以上の女性の心と体のケアをしてきた経験から、ダイエット相談を受ける中で、皆さんに共通している悩みが便秘なんです。なので、今回はどんなに頑張っても、便秘が全く改善されず、痩せない方に見ていただきたい内容になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。あなたはネットなどで便秘に効く情報を調べては、海藻などの食物繊維をたくさん食べましょう。水を1日2リットル飲みましょう。この簡単マッサージですっきり出しましょう。と聞いて、これまでできることは全部やってみた。でも結局、下剤を飲まないと出ない。おそらく便秘体質のままではないでしょうか。なんで周りはこれで便秘が良くなっているのに、私には効かないのって悲しくなりますよね。私も過去同じ思いをしているのでよくわかります。一体この差はどこから来てるのでしょうか。そこで今回の動画では、何をやっても便秘が改善しなかった私が、あることに気づき便秘が改善したその根本的な原因と、このステップ通りに進んでいけば長年の便秘体質を卒業できる便秘改善ロードマップをお伝えします。実際に私のクライアントさんたちにもこの方法をお伝えしたところ、小さい頃からひどい便秘体質でお腹の中は常に生ゴミ状態、下剤のお世話になってもう何十年も経っていますという方が、今では自力で毎日スッキリ快調です。便秘外来で5年以上も通院して、毎回無理やりお薬で出していたのが、今では通院なし、お薬なしで快調、びっくりしています、などなど嬉しいお声が続々と届いています。もうこれ以上毎日お腹がパンパンに張って苦しい思いをしたくない、下剤やトイレを常に気にする生活から解放されたい、下腹ポッコリを隠すような洋服を卒業してスリムなパンツをかっこよく着こなしたいという方に、一番必要なもの、それは良質な情報です。あなたが便秘改善に良いと思って取り組んでいることが、実は逆効果になっている可能性があります。そんな方に特にご覧いただきたい有益な情報になっています。では早速、なぜ便秘体質になっているのか、目次1、根本的な便秘の原因、ここをしっかり理解した上で、目次に便秘改善の生活習慣5ステップ、即実践できるロードマップを解説していきます。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に輝く女性をたくさん増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただき、お役立てください。目次1、便秘体質になっている根本的な原因、それは自律神経のバランスの乱れ。理由は、うまく便を作ることができないから。ここからは覚えなくても良いので、ざっと便ができるまでの流れを聞いてくださいね。口から肛門まで一本の消化管をめぐる便が出るまでの旅がスタートします。まず第1段階、口から入れた食べ物を咀嚼することで唾液を分泌してデンプンを分解し粥状にします。第2段階、それが食道を通って胃に運ばれ、強い酸性の胃液によってドロッドロに溶かされます。第3段階、それが十二指腸に送られて、その時に十二指腸乳頭という弁が開いて、胆のうから胆汁、膵臓から膵液、これらが胃から十二指腸に運ばれたドロッドロの食べ物や胃酸と混ざり合います。胆汁は主に脂肪の分解を助けます。ここでどんどん脂肪を分解してほしいですよね。また腸の潤滑油のような役割も果たすので、天然の便秘薬と呼ばれています。これはありがたいですよね。また膵液には消化酵素が含まれていて、ブドウ糖、アミノ酸といった栄養素に分解してくれます。消化物とこれらの消化液は、なんと個人差はありますが、1日約9リットルもの液体になると言われています。これはかなりの仕事量だと思いませんか。食べ過ぎたらその分仕事量も増えるので、内臓だって苦しくなるわけですよね。第4段階、小腸で
約7リットルほどの栄養素や水分が吸収されます。第5段階、残りの2リットルは大腸で処理されて、腸内細菌たちが食物繊維などを発酵させながら水分を吸収して便を作ってくれているんです。ちなみに腸の蠕動運動が鈍いと大腸での滞在時間が長くなり、水分の吸収が進んで便が硬くなりますし、逆に活発すぎると大腸での滞在時間が短くなり、水分の吸収が足りずに水分量が多くなって軟便になります。第6段階、ようやくここで便として肛門から排泄。この便が出るまでの長い旅、一体誰が頑張ってくれているのでしょうか。これが全て自律神経のおかげさまでできているってことなんです。私たちは自分の意思でそろそろ胃液を出そうかなとか、このタイミングで十二指腸の便を開くぞとか思ってもできないですよね。内臓を動かしているのはあなたの意思に関係なく、常に自律神経によって動かされているっていうことなんです。例えば壊れた食洗機に汚れた食器を入れても動かないので、いつまでも食器は汚れたまま綺麗にはなりませんよね。それと同じで、あなたがいくら水を飲んでも食物繊維を食べても、口に入れてから便になってくれるまでに必要な内臓の働きが悪い状態イコール自律神経の働きが悪い状態であれば、うまく便を作ったり体の外に出す力が足りないので、いつまで経っても便秘のままということなんです。痩せない根本的な原因はあなたの努力が足りないからではないんです。自律神経のバランスの乱れが原因です。過去の私もそうでした。自律神経のバランスが乱れていたので1週間出ないなんて普通でした。下剤に頼るとお腹が痛くなるのが嫌んで、早くすっきりしたいんだけど、結局1週間パンパンに溜めて下剤で一気に出すという悪循環。便が硬くてお尻が切れたり、当時は取りに行くのが恐怖でした。しかも体のゴミ、老廃物や毒素が溜まるので肌荒れや体重増加の原因にもなっていたんです。逆に自律神経のバランスが乱れていない腸だけに不調があるような方は、食物繊維や水を摂取したり軽くストレッチをして良い刺激を腸に与えるだけで簡単に便秘が改善したりします。もともと便を作る力イコール自律神経のバランスが良いからですね。ここがすぐに便秘を改善することができるできないの大きな差だったんです。ではどうすれば良いのでしょうか。もうお分かりですよね。それは自律神経のバランスを整えることをすればいいんです。これができればしっかり便を作ることができて、便秘体質から卒業し根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。もちろんあなたがこれまでに便秘改善のために一生懸命取り組んできた食事や運動が無駄になっているわけではありませんからご安心くださいね。逆に今までの努力を最大限に生かすために、必ず必要な根本的な体の土台を作るためのお話です。そこでここからはこれまで延べ1万人以上の女性の心と体のケアをしてきた自律神経バランスの調整を専門としている整体師の私が実際に指導し取り組んできた便秘を改善して根本的な痩せ体質になる便秘改善の生活習慣5ステップ、すぐに実践できるロードマップを詳しくお伝えしていきますので、最後までご覧くださいね。それでは目次に、自律神経のバランスを整えて便秘を改善する生活習慣5ステップをお伝えする前に、自律神経について少しだけお話聞いてくださいね。順天堂大学医学部教授の小林博之先生もおっしゃる通り、自律神経のバランスは緊張状態が続く場面では交感神経が高くなり、疲れて何もしたくないような状態が続くと副交感神経が高くなるなど、周りの環境や体調などによって自律神経のバランスは変化するんですね。特に私たち女性の場合は月経周期や更年期などによる女性ホルモンの変動が自律神経の働きに大きく影響します。理想的な自律神経の働きは緊張状態が続いて交感神経の働きが高まった後、副交感神経が
高まってリラックス状態へスムーズに切り替えられる状態です。でも現実はいかがですか？仕事や人間関係などで過度にストレスを感じると交感神経が優位になり、お休みモードの夜になってもリラックスの副交感神経への切り替えがうまくいかない場合がほとんどではないでしょうか。数日で切り替えができればいいのですが、この状態が長く続くと自律神経のバランスが乱れて様々な不調の原因となる可能性があります。私もストレスで自律神経のバランスを崩していた頃は便秘はもちろん、夜なかなか寝つけずに薬を飲んでみたりイライラしたり、わけもなく悲しくなったり、精神的にもとても不安定でした。そんな時に私が取り組んだ生活習慣で改善できる方法があります。それでは早速ステップ1、食事の取り方習慣。その理由は腸の動きを良くするため。当時の私は仕事が忙しい時などイライラしたりせかせかしたりと緊張しっぱなしの状態で食事をしていました。そういう時は交感神経が過度に働いているので腸の動きが抑制されて消化液の分泌が低下します。すると食後に胃もたれやお腹の張りなどの症状が出て気分が悪いになっていたんです。なので食事はできるだけゆっくりよく咀嚼してリラックスした状態で楽しんでください。すると緊張が抑えられてリラックスする副交感神経が働きます。唾液や消化液の分泌も促されて胃腸がスムーズに動き出します。特に消化に時間のかかるお肉や玄米は100回くらい噛んで食べるのが丸。冒頭でお伝えした口の中ですでに痒状態になるくらいが目安ですね。また私は便を出すためにその材料である食事をしっかりとって早く出さなきゃと思って便がスムーズに出るために必要な水溶性食物繊維、また便をかさ増ししてくれる不溶性食物繊維を無理やり食べてました。私のようにお腹が空いていないのに1日3食無理やり食べる習慣がある方は注意です。もちろん生活リズムを整えることは大事ですけれども、ねばならないにとらわれないことです。必ず何時に食べなくてはとプレッシャーを感じたり時間に追い立てられたりするとそれがかえってでストレスとなり自律神経のバランスを乱すことになります。ストレスにならない程度に決まった時間に食事をする心がけが大事ですね。以上ステップ1は食事の取り方習慣でした。ステップ2、リラックス習慣。その理由は腸にリラックスの時間を与えることができるから。例えば便秘には腸に刺激を与える運動をするといいと聞いて、本当は休日くらいゆっくりしたいのにアクティブに活動していますませんか？まるでマグロのように全然休んでない。私もこのタイプ、ついつい頑張りすぎてしまうんですが、そんな方は疲れが溜まって逆効果。適度に休むと体が緩んで副交感神経が優位になるんです。腸はこの副交感神経が優位になった時によく働いてくれます。もしあなたが仕事に追われる日が続いた後はゆっくり休むようにするなど、頑張ったご自分に早めにご褒美をあげましょう。またきつい運動を週に4から5日してるとしたら、有害な活性酸素が大量発生するので交感神経が優位になって結果腸が動いてくれません。それよりも毎日20分程度の軽いウォーキングが副交感神経が優位になって丸です。特に夕食後30分から1時間軽く歩くと丸。そうは言っても忙しくて運動する時間がない、体の痛みがあってうまく動くことができないなんて方もいると思います。そんな方は特に笑うと副交感神経優位、自律神経のバランスが整うので、お笑い番組や映画などを見て思いっきり笑う時間を作ってみてくださいね。以上ステップ2はリラックス習慣でした。ステップ3、呼吸を意識する習慣。その理由は自律神経のバランスが整うから。自律神経は手足を動かすように自分ではコントロールすることができません。そうなんです、自分で緊張の交感神経、
リラックスの副交感神経のスイッチを切り替えることは不可能なんですが、自律神経が司る呼吸からアクセスすれば自律神経を調整できると言われています。特に腹式呼吸は副交感神経の働きを高めてくれます。そこでおすすめしたいのが4-7-8呼吸です。世界的に有名な内科医のアンドルー・ワール氏が発案したもので、簡単に誰にでも行える呼吸法として多くの方に取り入れられています。とても簡単なので今からご一緒にやってみましょう。1、楽な姿勢をとり体の力を抜きます。ここで息を完全に吐き切ります。2、4秒間鼻から息を吸います。3、7秒間息を止めます。4、8秒間口からふーっと音を立てて息を吐きます。では行きましょう。このサイクルを最大4回繰り返します。いかがでしたか？この4-7-8呼吸の特徴は、まず息を完全に吐き切ってから鼻からゆっくりと息を吸うことで深い腹式呼吸になることです。私は食事前にこの呼吸法でリラックスしてからよく噛んで食べるようにしています。以上、ステップ3は4-7-8呼吸を意識する習慣でした。ステップ4、質の良いお風呂習慣。その理由は副交感神経が優位になって腸がリラックスできるから。例えばこんなことしていませんか？熱いお風呂の中で腸マッサージをしてみたり、汗もたくさんかいて痩せるし一石二鳥みたいな、この入浴法はNG です。42度以上の熱すぎるお湯に首まで浸かるのは緊張させる交感神経が高まって血管が収縮し腸に回る血液量が減少、その結果腸の動きが悪くなるという悪循環に。また心臓や血管に負担をかけるので大変危険です。逆に38-40度くらいのぬるめのお湯に最低15分ほど半身浴するとリラックス神経の副交感神経が高まり血行が良くなり腸への血液量が増えるので結果腸の動きが活発になります。私のおすすめ入浴法は天然の塩を入れる塩浴です。この方法を私のクライアントの方々にお伝えしたところ、今までお風呂から上がったばっかりなのにお腹に手を当てると冷たかったのが芯から温まってお腹も体もポカポカです。びっくりするほど汗が出て肌がスベスベになりました。など便秘改善以外にも嬉しい変化が出ていらっしゃいます。私のおすすめ入浴法、こんなお塩使うといいですよなど、いろいろコツがあります。わかりやすくお伝えするために詳細はこの動画のコメント欄に貼っておきます。この動画を見終わったらぜひご覧くださいね。以上、ステップ4は質の良いお風呂習慣でした。ステップ5、質の良い睡眠習慣。その理由は腸にとって大切なお掃除タイムだから。例えばこんなことしてませんか？便秘改善には規則正しい生活リズムが大事と思って休日も無理して早起き。もちろん規則正しい生活リズムは大事ですが、睡眠時間が短いと自律神経のバランスが乱れます。するとせっかくの腸のお掃除タイムが足りずにますます便秘になってしまいます。腸のお掃除タイムとは MMC 電波性消化管収縮運動のことで、簡単に言うと散らかった腸内の大掃除をしてくれてるんです。せめて休日くらいは睡眠時間7時間確保、普段は最低でも5時間は確保していただきたいです。ではここから大的に睡眠の質を良くするための習慣3つお伝えします。1、寝る4時間
間前までに食事を済ませる。理由は先ほどお伝えした腸のお掃除タイム MMC が食事の4時間後からスタートするから。このお掃除タイムで一気に便秘や肥満の原因となる悪玉菌を殺菌して抑えてくれます。このタイミングで浅い睡眠をとってしまうと自律神経が乱れて腸の動きが悪くなり便秘になります。逆に深い睡眠をとることで腸内環境を整えることができるんです。2、寝る1、2時間前にはテレビ、パソコン、スマートフォンを使用しない。寝る直前までテレビを見たり SNS でチェックしたりしていませんか？やっと自分の自由な時間が来たと思ってそのように過ごしたいお気持ちよくわかります。ですがテレビやパソコン、スマートフォンなどの画面が放つブルーライトという光は脳を刺激し交感神経を優位にします。ご自分ではのんびり過ごしているつもりでも脳は覚醒状態、睡眠を妨げる要因になり結果便秘の原因にもなりますので別のリラックス法に切り替えていきましょう。その方法は誰にでも効くみたいな正解はありません。一人一人リラックスできる方法が違うからです。大切なのは自分がどんな方法でリラックスできるのかを知っておくことです。例えば好きな香りの入浴剤を入れてお風呂でゆっくりする、友達と電話で話す、好きなドリンクを飲みながらゆっくりするなど何でもいいです。自分がリラックスできるための引き出しが多いほど自律神経の切り替えがうまくいきます。結果便秘を改善することにつながります。ちなみに私は528Hz の周波数の音楽を聴いてリラックスしています。この周波数と同調するとアルファ波が出ることが分かっています。一般的に癒しの音として知られていますよね。 YouTube などインターネットの動画サイトで公開されていますのでよかったら検索してみてくださいね。3、朝日を浴びる。自律神経のスイッチの切り替えには朝日を浴びると丸です。目から入った朝の光は脳の視床下部に信号を送って体内時計をリセットしてくれます。なので不規則な生活で乱れた生体リズムを整えることができます。また朝日を浴びると幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が促されます。このセロトニンは睡眠ホルモンメラトニンの原料になります。セロトニン分泌の14から15時間後にはメラトニンの分泌が始まります。すると自然と眠くなって質の良い睡眠をとることにつながります。さらにセロトニンにはストレスを和らげて精神を安定させる働きもあります。これは味方につけた方がいいですよね。私は毎朝東の空に向かってお日様にね手を合わせてありがとうございますとお祈りすることを習慣にしています。そうすると朝から波動が整うんでしょうね。その日一日を感謝の気持ちで過ごすことができるなって実感しています。以上ステップ5は質の良い睡眠習慣でした。ここまで聞いてくださったあなたはそうは言っても今すぐ生活習慣を変えることなんてできないと思いませんでしたか？大丈夫です。私もそうですが全てのステップを完璧にこなすのは難しいと思います。特に私たち女性は家族のお世話や両親の介護、また仕事のシフトなど一生懸命周りに合わせて頑張ってますよね。自律神経のバランスを崩して便秘になる方の共通の特徴、それは頑張り屋さんタイプなので、まずはステップ1だけなど一つからでも OK、 できる時にできることから取り組んでみるでも OK、 まずは3、4ヶ月続けてみることを意識して取り組んでみてください。あなたにはここで便秘人生を卒業していただきたいんです。大丈夫、あなたもできます。過去の私や生徒さんたちと同じようにあなたも実際に行動すれば確実に結果が出ます。またあなたと同じように便秘で悩んで困っている方のために、あなたが取り組んで良かったことなどぜひコメント欄にシェアしてくださいね。それでは今すぐ取り組めるように今回の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月で
マイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら、1ヶ月後、あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では今回の動画の大事なポイントを復習して即実践できるようにしましょう。便秘を改善するためのポイントは自律神経のバランスを整えることでしたね。そのために必要な生活習慣5ステップは、ステップ1、食事の取り方習慣。腸の動きを良くするため食事はできるだけゆっくりとよく咀嚼してリラックスした状態で楽しむこと。ステップ2、リラックス習慣。自分なりのリラックス方法で副交感神経を優位にして腸の動きを良くすること。ステップ3、呼吸を意識する習慣。4、7、8呼吸で自律神経のバランスを整えて腸の動きを良くすること。ステップ4、質の良いお風呂習慣。38から40度くらいのぬるめのお湯で最低15分半身浴をすることで副交感神経を高めて腸の動きを良くすること。ステップ5、質の良い睡眠習慣。具体的に1、寝る4時間前に食事を済ませること。2、寝る1から2時間前までにはテレビ、パソコン、スマートフォンの使用を避けること。3、朝日を浴びて睡眠ホルモンを作ること。以上、5ステップの基本ベースがあるからこそ根本的に便秘を改善することができます。ぜひできることから取り組んでくださいね。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみたご感想などぜひコメントでシェアしてくださいね。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットするだけで即実践につながります。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。